光秀が光月城にて戦う中、播磨では別所長春らの織田家離反による混乱が深刻さを増しつつあった。事態を重く見た信長は播磨平定を最優先として光月城で戦う秀吉や光秀に撤収を命じる。信長の指示に戸惑う光秀だったが、光月城に残るという鹿之助の決意を汲んで一路播磨へと向かうのであった。播磨平定戦。利光、あの一件はどうなっている？織田を脅かす影の正体はつかめたか？方々探りは入れました。なれど、これといった手がかりは得られず申し訳ござらぬ。こうなれば半蔵殿を頼るのも手かもしれませぬ。あの御神、元は伊賀のラッパゆえ。それも一手かもしれないな。半蔵殿ならば俺たちでは届かない手がかりも得られよう。こたびは織田の強者が一堂に会する大戦となろう。奴の狙いが織田の瓦解ならば必ず何か仕掛けるはずだ。この戦で影の尻尾をつかまねば。利光、お前も細心の注意を払ってくれ。はっ。止められるもんなら止めてみろ。せいぜいあがけよ、明石殿。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。列車は城へとこもるか。ならば城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様よ、四方城を無事制圧したとのこと。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。この度の戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。織田は四方城へと進んだか。そうだ、それでいい。今だ、織田信太郎を討ち取れ。返してみる。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。四方城に伏兵か。援護に向かえ。なんとか間に合ったが、今は目の前の戦いに集中しねえと。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。織田の手勢が攻めてきたぞ。皆迎撃に当たれ。帰ろう。全て壊そう。この身より伝令です。付近の城に敵が続々と集結中とのこと。横腹を突かれては面倒だ。先んじて城を落とす。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。討ち死に。
敵将切り伏せた。任され、ここは引こうかあるまい。ソロどりゃソロ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 、この程度戦火とは呼べぬゆえ、織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門本陣を狙うか。到達より早く奴らをほふらねばな。城に集結した敵は概ね敗せたようだ。これで横槍は入れられまい。どうだ、敵の動きあまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。申し上げます、毛利の増援が戦場に接近中です。厄介事がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。本陣突入の邪魔はさせぬぞ。急げ。本陣は守られた。しからば直ちに攻勢に転じようぞ。信長が本陣の防備に気を取られた今、承知。今が好機、あちらの城を落としてしまえ。開門。この城敵に渡してなるものか。虫を浮かせ。任せろ。引かせてもらう。友軍の城は守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。神代小兵前線へ向かえ。兵の士気を高めれば優位に戦えよう。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。ならば反撃の糸口を作るべく、敵を後方より脅かしましょう。敗北条件変更。秀吉が参った。戦況も幾分か好転しよう。よし、秀吉間に合いやがったな。下手に動かれると面倒だ。知っていたのか。おっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。奴らを進ませてはならぬ。急げ援軍を潰すのだ。切り伏せた。聞かせていただこう。上々の戦果任されよ。あなたならば当然か。尋常に勝負いたせ。うがち抜く。隙を見せたな。肩ならしにもならぬ。フルはなんだか。開門。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。わかった。
ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。城に到着しました。みんな、攻撃を開始しろ。何？後輩の城が攻められているだと？前線の兵を幹城へ回せ。守りを固めよう。開門。任されよ。敵が承知が前線より後退するようだ。この機を逃せ。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。よし、戦力を集中させて落としとくか。甘いわ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、城内の兵糧が心もとないが、まもなく二打が到着する頃合いか。三木城の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。開門。三木城は兵端を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。よっしゃ、制圧成功だ。討ち死に。暴めるものか。耐えきれる。聞かせてもらう。急げ。よし、三木城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来たな、毛利。三木城攻略と合わせ、奴らの対処に当たらねばな。勝利条件変更。三木城へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。任されよ。織田に兵端を断たれたか。こうなっては撃って出るしかあるまいな。開門。三木城が開門した今こそ好機。災いをもたらす者らを速やかに穿ち抜かん。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。ごめん、上との戦いは避けられぬだろうな。そら、穿ち抜く。この程度戦果とは呼べぬゆえ、肩慣らしにもならぬ。虫を穿て。耐えきれん。聞かせてもらう。三木城へは到達できなかったか。織田は読み以上に兵力を残していたようだ。援軍が全て敗走だと。私は織田に逆らうべきでは。お主、わしの手柄となれ。敵将、始末いたした。意地は見せた。甘いわ。もうよかろう。三木城より入れた将来は穿てたようだ。みんな、引き続き敵を殲滅せよ。任せろ。手はず通り、織田本陣の近くに出たぞ。さあ、奴らに奇襲をかけてやろうか。全て壊そう。本陣近くに毛利の手勢か。あやつらいかように進行を。懐まで敵の侵入を許すなどあり得るものか。内通者が手引きをしない限りは。だが度重なる進行もここまでだ。この私が織
織田の野望を打ち砕こう。おお、毛利が陣服。さてさて、誰が引き込んだのか。どうした、明智光秀、いつもの殺気がまるで感じられないな。貴様には関係ない。その口、今すぐ塞いでやろう。でもその虚勢すら覇気がないようだけど、やむを得ない、撤退しよう。もうダメ、次は必ず止めてやる。織田のやり方にはついていけぬ。貴様らに天下統一などさせぬわ。打ち切り。織田の討滅かなわなんだか、無念なり。打ち死に。存外手間取らされた。これにて播磨の制圧はなった。よく戻ってきた、美月。それで、鹿之助は、雨具はどうなった？なかった。なんと。間に合わなかったって言ったんだ。俺が城にたどり着いた時には、戦は終わってた。仕方ねえから、城の近くにいた兵をとっ捕まえて、ことの顛末を聞いたよ。そいつの話じゃ。モーリー元なりゃ。やった、ついに。殿！しかがり、おいなれり。そうか、鹿之助は銃で撃たれて。くそ、限界だ。俺はもうこんなやり方には耐えられねえ。待て、美月。殿、急ぎ美月を。鹿之助、俺はお前を。ダメだ、俺はもう惑わないと決めたはずだ。天秤に浸るのはさぞや心地よかろう。信長。魔道だか、銃。何をバカな、俺は。やっぱり、根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う、俺は変わった。正しきをなすために。鎌倉は魔王の懐にいらぬ。
よう、どうしたよ美月。すっかりしおれちまって。全部桃地さんの言う通りだった。親父は最低な冷血感だったよ。いや、もうあんな奴は親父でもなんでもねえ。くそ、俺はこれから何を信じれば。お前、忘れろって言ったのによ。まあそれも無理な話か。美月、俺はな、じき織田を討つつもりだ。え？なんで？ここ最近の織田のやり口には俺もほとほと呆れてね。伊賀忍団統領としてもはや奴らと同じ道は歩めねえ。お前だって実の父親を殺した信長が憎いだろう。なら仇を討たねえと一生苦しいままだぞ。これ以上天下一新のための犠牲が増えるのはごめんだ。親父を、信長を倒して、それが止められるなら。決まりだな。じゃあ行こうぜ。これ以上この地にとどまる意味はね。花は咲いたぞ、織田殿。さあ、あんたはどう出る？